どうも皆さん、こんばんは、周吉でーす。葉っぱで見えない。はい。はい。またですね、録画時間が来てしまいましたので、途中からなりましたが、そうですね、この門を開けたところから始まりますね。はい。こうでしたね。はい。まあ、それはいいんですよね。これ、どうすりゃいいんですかね。降りるんですかね。よし。まあ、とりあえず降りてみましょうか。おい、こういうことができる。おい。お、ソリ、ソリ、ソリ、ちょ、ソリ、どうなった、どうなった、こうなったか。おい、変態だな、俺ら。ちょっと待って。すまん、騒い。すまん、ソリ。一人で騒いでしまった。一人で騒いでしまったようだ、ソリ。あんなにビビるなよ。俺だ、俺だ、ソリ。おお、すごい動きする。さあ、行ってみようじゃないか。一体ここどこなの？ここ丸か、これも。おっと、これも丸。え？お、マジか。あれで、やり水だったら今、死なねえよ、やるじゃん。あ、はしごあんじゃん、あんじゃん、ここに。ああ、いい。お、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 おお、くぐれるよ。さ、もうサリ来れないな、ここは。おう、もうじっとしとけ、そこで、そこで。お前は、お前の出る、なんでこれ、なんでこれ、グーニーズか。まあ、なんでもかんでもね、殴ってね、解決させようとしちゃダメですよ。なんですかね、これは。三角で押す、違う。だんだんアンチャーテッドってやつが分かってきたぞ、俺は。まあ見たところ、撃てた、この骸骨。全く違うようだ。違うようだ。すぐ発砲するな、俺ら。ちょっと待てよ、サリー。これはすごく考えないといけないぞ。ねえ、殴ってもしょうがない。ほら、あったよね。いちいちね。おう。裏とかに隠すとこじゃねえ！あの骸骨が鎖についてる意味は何かあるのかな？よし、一歩前進。よし、一歩前進。ああ、わかったわかった。これ水かさが増えて飛び込めるんじゃないのか？だいたい水ってのはだいたいいつもそんなもんだろ。よし。これ飛び込んでも大丈夫ってやつだ。行け！まさかそこでスイミングか？おう、そうだ。なんか今、岩に当たって死にそうだったな。ほい。ああ、いちいち細かいね。泳ぎ方も。人間、臭さが出てる。よし。サーリー。ずぶ濡れだぜ。はい、ずぶ濡れ。もう最初、滝でずぶ濡れになったんですけどね、俺。だんだん上がってきたよ、この。よし。本当に疲れる。そんな飛び移れんでしょ、人間は。お、こいつ、なんか優勝できるんじゃない？この、こういう大会のやつあるじゃないですか。ふっ！うっ、おーし。うわ、からん。あ、これか。でかすぎてわからんかった。やったぞ、反対側へ出られた。お、やったぞ。うっ。扉を開けられるか？あ、これ、あれだ。爆発するやつ。遠くから撃たないけどね。遠くから撃たないと。扉、今俺が作ってやるぜ！こういうことやろ？おう、よう分かったな、お前、こっち側と反対側。いいね、知ってんだろ、教えてくれよ、サリー。もう、こう、敵出ないね、これ。お前の得意なグーニーズがあるぜ、やれ。やらん。俺はこっちだ。ああ、お前もやるか。ちょっと、ダメじゃん。おう。どういうこと？ん？あ、何？連打ってこと？ああ、そういうことか。オッケー。お、なんか外が出たぜ。サリー、行くぜ。足元を気をつけるんだ。実に安全そうだ。うん、足元に、実に安全そうだな。足元に気をつけろ、サリー。危ないぞ。ん？ちょっと待てよ。おい、死んだ？どういうことやねん。ちょっと待てんかい。いや、イベントなの。
これがめんどくさい。ちょっと待って、あ、行けってことかい、これ。お、こういう風な画面になったら行けってことか。あ、そういうこと。はいはい。おっと、鎖全然安全じゃないぜ。おい、やべえぜ鎖。やったぞ。サリー死んだろ。バッチリだ。あいつめちゃくちゃせこいな、お前は。この野郎、お前とサリー友達をやめた。俺ばっかり危険な目にあった。やっと努力が報われそうだ。死にそうだった、当然だ。いや、お前は努力してねえだろ。で、ここは何？なんか進んでますね、ちゃんと。すごい。これが寺院の中心だったんだ。これって像だよ。はん？像？黄金の像だ。バカでかい黄金の像ちゃんか。見ろこれを。こちらその黄金の像を拝んでやがる。だよな、これ。そうか、エルドラド、黄金の男だ。どういうこと。黄金の都じゃない。名前の由来は黄金の偶像だ。たまげたな。今あったらどれぐらいの価値があるのか全くわからん。何かの跡だ。ほら、そんなもん。スペイン人は丸太で運び出したんだ。そんなもん運べんでしょ。あ、運んだんだね。来るのが400年遅かったようだ。うか、そんなに昔かみたいだよ。なんてこった。なんてこっただよ、ほんと。だがなんだ。追ってみる手はある。なんでよ。ああ、そういうこと。追ってみる手はあるね。そういうことか。ここに、要するに、宝の像があって、それを持ってったってことですね。わかりにくいんだよ、説明が。追ってみる手はある。おっと、いちいちそんなリアクションせんでいない。OK。おい、時間がない。行くぞ。録画の時間がない。OK。はあ、ここまでだ。ああ、多分寺院の裏の壁は爆破されたな。スペイン人がお宝を運ぶ近道を作ったか。最高だ。どうする。どうしようかね。どうしようかね。まあこれマップがねえからね、このゲームね。出し方が分からん、あるんかもしれんけど、分からんしか分からんしねえ。まあとにかくこういうゲームはこういうとこに登れってことでしょ、とりあえずは。うっと、なんか光った。お、光ったぜ。なんか光ってるぞ、サリー。なんかあるぞ。はい。銀の亀。やっと小吉だ。かわいいな。もらっておくか。で、何？で、どう？まあ、行くか。こっちだ、道は。道は一本、行くしかない。どうも押し込む癖があるな。待て、サリー、聞こえるか。聞こえるか。何も聞こえないよ。何？何？かばあちゃん。おっと、こりゃ珍しいものがあるぞ。こりゃ一体。何これ。全くわからんなってきたな、さす。サリー、全く意味がわからなくなってきたぞ、俺らよ。よし、行くぜ。こんなとこにポサッと突っ立っとってもしょうがない。とにかくあれを調べろだ。おう。これぶったまげた。お前、なんちゅう格好で来とるな、ほいで。どうやったらこんなところまで来る。洪水か。わかる。近寄ってみよう。いやー、待て。どうもうさんくさい感じがする。なんでうさんくさい。行くぜ。うさんくさい。ジャングルの真ん中にドイツの U ボートはつきものだろ。いや、真面目に言ってる。オーケー、ここにいろ。俺が見てくるよ。そこにおる、お前は。出たら知らせる。どう？それがいい。そうしちゃってくれ。おう、待て。これを持っててくれ。なんでよ。よし。いっちょ気合を入れていくか。ああ、濡れる系か。細かいね。あ、そういうことね。よし、一応気合入れ。俺は濡れるのが嫌だからな。
ジャングルでの発見。ほっ、まあ、撃ってみるか。どういうことよ。おお、こう潜れるの？潜れないね。泳ぐだけ。まあとにかくこっちが怪しいな。はーい、よっしゃ、ふう、オーケー。お、なんかある。こっちか。U ボートの中に入るにはあの崖を渡らなきゃいかんようだ。どの崖？またクライム？勘弁してよ。すいません、録画がね切れちゃいけないんで、一旦ここで録画を停止してまた続きたいと思います。